今夜もお休み前のひととき、ご一緒していただきありがとうございました。最後にハッピーメールのコーナーで紹介した無事ゴールインしたお二人、どうか末永くお幸せに心から願っています。ミッドナイトラバーズ、お相手は角野梨花でした。どうした？なんだ話って。やっぱり私終わりにしたいの。リスナーの幸せそうな報告聞いて、私も幸せにならなきゃって思ったの。そっか。じゃ。こうして私は新たな出会いを求めてマッチングサイトを始めました。出会ったのは4歳年下のごくごくありふれた会社員。誰でもよかったわけじゃないけど、5年続いた不倫関係にピリオドを打ちたくて、それでメールの交換が始まりました。虹、綺麗。今年2回目。突然ですが、幸せって何だと思う？木が青々と茂っていて、真っ赤な花が咲いていて、そんな当たり前の毎日のことかな。私も思う。空が青くて雲が白くて、そんな小さなことに感動できるって実はとっても幸せなんだよね。しゃっくり出た。私も。誰か噂してるな。それくしゃみ。あ、そっか。些細なことで気が合う2人、ちょっとした仕草や口癖が似ていたりして、まだ会ったことはないけれど、メールのたびに親近感が湧いて、なんだか少し気になる、そう思い始めた時、彼の方から、そろそろ会ってみない？正直まだ少し前彼に未練があったけど、愛して辛くなるより愛される方がいい。きっと幸せになれるに違いない。そう思って彼の誘いを OK したんです。でもその矢先、ちょっとリカ待ってよ。リカ返してよ。やっぱりやり直せないか。奥さんは、直樹君はどうすんのよ。妻とは別れる。嘘つけ。話して。せっかく忘れかけたのに。でもこのままよりを戻したら、いつまでたっても前に進めない気がする。だから
望みをかけてみたんです。一つ聞いていい？何？ずっと一緒にいてくれる？どうした？昔彼が死んじゃったの。好きな人がね、消えちゃうの怖いの。重いでしょ？ヘビーだね。あ、重く考えすぎないでって意味ね。もし彼と会って笑顔になれたら、そしたら思い切って付き合ってみようって。はじめまして。はじめまして。あの、これキザだと思ったんですけど。ありがとう。いい匂い。ごめん、花粉が。ごめん。私もその時に私、思ったんです。きっと彼となら幸せになれる。ずっと一緒にいたいってというわけで、ハッピーメールのコーナー、今夜ご紹介したのはラジオネームリカさんからのお便りでした。当たり前のことが当たり前にできるって本当に素晴らしいことですよね。愛してると素直に言えるって本当に幸せなことだと思います。それでは最後に聞いていただきましょう。 What a wonderful world。 みなみ、海に。え、また海。そうだよ。海ばっかりじゃん。海好きなんだもん、だって。おーおーおお。なんだよ。お前また会いたいのか。ね。ちょっと待ってよ。渡るさんいつもそうじゃん。ありがとう。わー、すっげー美味しそう。めちゃめちゃ好き。いただきます。うん、美味しい。あ、よかった。う
まあまあ。まーちゃん、お待たせ。終わった。ありがとう。綺麗だね。綺麗、ありがとう。